べてのチームが上位を狙ってくるはずです。今日のゲームもスタンドには大勢のファンが詰めかけています。堀池さん、皆さんサッカーを愛してるんですね。はい、何を置いてもサッカー、そんな思いで応援しているのでしょう。前半戦キックオフです。ラムゼ、マスチェラーノ、ここは2人で回します。メクセス、ボールをカット、ポジション取りがうまかったですね。ボールに寄せたのはディフェンスでした。スローインで試合が再開となります。マスチェラーノ、ラムゼ、ボニエク、ここでためを作ります。ボールが狙われています。キーパーに渡りました。マルタン、ラムゼ、マスチェラーノ、アサモア、主審がゲームを止めます。オフサイドです。アサモア、瞬間の判断、コースを塞いでキーパーストップ。よく出ましたね。ナイスセーブでしたよ。ヒールで狙ったパスはカットされます。ボールは当たって外に出たようです。サモア、マスチェラーノ、クロスを出した。さあどうする、シュート、決まったも同然だ。ゴール。中盤の組み立てが見事ですね。シュートも素晴らしかった。最初のセーブは見事でしたが、相手のこぼれ球への反応が早かったですね。この角度からも見ましょう。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。この突破は失敗に終わります。決まるか。ディフェンスがコースを塞ぎます。
が中盤でカットされました。ジェラード、メクセス、これはファールです。ミッドフィールドでボールを取りました。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。マルタン、中には入りません。クロスをブロック。これは厳しかったか。パス失敗です。スライディングジャンプ1番、クロスが上がりましたが結局相手のボールになりました。むしろタッチを割って良かったと言うべきでしょうか。パスミスはタッチを割ってスローインになります。あっとこぼれた。ホイッスルが鳴ってファールです。審判の手にはカード、警告、イエローカードです。ボニエク、メクセス、センデロス、アサモア。前半終了です。スコアは1対0、リードは1点です。堀池さん。